福永正明は、日本のインド、南アジア地域の専門家。南アジア地域研究、南アジアの社会政治動向分析を専門。近年は、日印原子力協定、日立製作所による英をイルバ原発に、反対の立場から論じ、原発輸出反対の代表的論者である。東京都生まれ、明治昭和期の詩人、小説家、翻訳家の福永万家は、 白祖父。父の子福永安城は、明城大学名誉教授。その成果は、新言、総室派の一等寺1981年より1983年、北インドのワーラーナシー市にある国立バナーラスヒンドー、大学大学院社会学研究科留学、インド社会清掃研究、北インド農村社会構造研究を専攻し、ヒンディー語を習得した。 留学中に北インドの小村にて現地定住調査を行い PHD 学位論文として提出社会学により PHD 取得ヒンドゥー教の聖地巡礼に関する国際共同研究に参加し2011年からはブータン王国を対象とする研究学会活動を進める2000年代後半よりインドによる原子力核兵器問題について 積極的に発言、2008年には米印原子力協力について反対を表明した。さらに2010年6月に日印原子力協力協定の締結交渉が開始されると積極的に反対を論じた。論壇での活動だけでなく市民団体である日印原子力協定国会承認反対キャンペーンの世話人戦略 ODA と 原発輸出に反対する市民アクションの顧問としてインド現地の原発反対運動とも連携し日印原子力協定反対運動を継続した毎週金曜に首相官停前国会前で開催する再稼働反対首相官停前講義におけるスピーチさようなら原発集会のスピーチなどでも強く反対を訴えた2017年1月からの 第193回通常国会では、日印原子力協定の国会承認の審議に関して4月28日に衆議院外務委員会では野党推薦として反対の立場から参考人として意見を述べた衆議院外務委員会における参考人としての意見陳述。 2017年9月、日立製作所によるウィルファ原子力発電所輸出の問題が表面化すると、日立製作所による A ウィルバ原発輸出反対キャンペーンの共同性は人となり活動した。2018年2月21日、参議院国際経済と外交に関する調査会において参考人として日印関係、インド、中国関係、 インド太平洋安全保障問題などについて意見を陳述、質疑応答を行った。2019年6月の日立政策所の株主総会で同原発輸出事業が事実上の中止と決定となり、安倍政権による原発輸出事業を止めたと宣言した。アジアを中心とする国際関係、社会情勢について、朝日新聞、毎日新聞、 東京新聞、時事通信、共同通信、世界、時事、ジャネットなど各種メディアにおいて解説と評論を発表。日本放送協会はじめ民放各局の報道番組、解説番組に出演した。2007年3月9巻の世界周報では南アジア関係の論考を多数寄稿した。インド旅、案内、インド、ブータン人の幸福論。 など多数。南アジア各種メディアにおいても多数の論考を発表。脱原発に関するインターネット主要論評サイト、dianuke.org において、英文論文ホワイインディア、ジャパンニュークリアコーペレーションマストビーストップ等、発表、2016年11月12日版のザ。ニューヨークタイムズにもコメントした。代表英文著書として、ソサエティ、キャスト、 アンドファクショナルポリティクス、コンフリクトコンティニューティーンルーラルインディア。ガーリー、同書は2007年に、イギリスより復刊。インド、ブータン王国、日イン原子力協力協定、南アジアの核兵器問題などをテーマとして、日本放送協会、民放各社、TBS ラジオ、JWAVE などに出演した。アジアを中心とする、国際関係、国際交流。 ブータンの GNH と幸福論について講演を行う。日本放送協会の海外向け国際、放送において国際問題コメンテーターを務める。ありがとうございます。